ネットワーク情報学メジャーのグズオカです。この動画では情報理論という研究テーマについて紹介していきます。それで情報理論というのがどのような研究テーマかと一言で紹介すると通信の数学的理論です。ということでまずは通信、データ通信について見ていきましょう。それで皆さん今この動画を見ていただいていますけれども、普段からスマホ、タブレットやパソコンなんかを使ってインターネットで動画配信など楽しんでいることと思います。皆さんがインターネットを使っている際にはあまり意識しないかもしれないんですけれども、実はその裏では様々なトラブルが起こっていて、で、そのトラブルに対処するための技術というのが活躍しています。インターネットで起こるトラブルのうち、代表的なものの一つとして、パケットロスと呼ばれる情報の消失があります。簡単に言うと、インターネット上から何かデータをダウンロード、取り寄せようとするときにですね、荷物を運んでいる最中に小包みがポロッと落ちてしまうのと同じように、データの一部が抜け落ちてしまって、でそのせいで動画が正しく再生できない、なんていうような問題が起こり得ます。でこのような問題に対処するための技術というのが研究開発されて実際に活躍しているわけなんですけれども、このような技術を研究開発する際に役に立つ数学的な基礎理論が情報理論です。さて、突然話は変わるんですけれども、皆さん数読というパズルご存知でしょうか？新聞のパズルコーナーなんかで見たことがあるという人もいるかと思います。あるルールに基づいて空欄に数字を埋めていくというパズルですよね。でここでは数読とはまた違ったとてもシンプルなパズルを考えていきます。で空欄に数字を入れていくというのは数読と一緒なんですけれども、このパズルでは縦と横に関して数字の和合計が10の倍数になるように空欄に数字を入れていくというパズルになっています。突然始まったこのパズルなんですけれども、このパズルがデータ通信とどのような関係があるのかというのを次から見ていきます。ここでは一つの例としてですね、何か送りたいデータ、情報が4つの数字、5と9と6の3であるという場合について考えていきましょう。でこのように送りたいデータ、数字が与えられたときに、1つパズルを作ります。ここでは4つの数字を左上に置いて、1つパズルを作りました。でそうすると、このパズル、まず1つ解くことができます。例えばですね、この一番右上が空欄になっていますけれども、5と9に6を足してやると、ちょうど20になって10の倍数になります。でそれ以外の0から9までの数字で、ちょうど10の倍数になるのは、数字はありませんから、この右上の数字は6であるというふうに決まります。で、それ以外の空欄に関しても、縦と横の数字の合計が10の倍数になるというルールに従って空欄を埋めていきますと、このように空欄を埋めることができてパズルを解くことができます。で、このようにパズルを解くと9個の数字が得られますから、この9個の数字を送り届けるということをします。そうするとですね、先ほどのようにデータを送っている最中に一部がポロッと抜け落ちてしまったとしても、データを受け取った受信者側の方では元のデータを正しく復元することができます。例えばこの上の例を見てみますと、例えばこの右上とか上の真ん中とか左下とか5箇所が抜け落ちてしまってハテナという形になっていますけれども、縦と横の数字の合計が10の倍数になるというルールに基づいて、このハテナの部分を埋めていくと、このようにパズルを解くことができて、もともとの送りたかった情報5と9と6と3というのを正しく復元することができています。それ以外にも、この真ん中の例であるとか、下の例であるように、様々な部分が抜け落ちる可能性というのがあるんですけれども、この場合も、この場合も、それぞれパズルを解いてやると、元の4つの数字を復元することができています。で、今回は非常に簡単なパズルでしたし、きちんと解くことができる場合について紹介をしたんですけれども、どのような場合だったらパズルが解けるかとか、このパズルを効率的に解くためにはどうすればよいかというようなことを研究する際に非常に活躍する道具が数学です。というように、この数学を使って様々なパズルを分析をすると、実はインターネットを支える技術につながってくる。
ということで、非常に簡単ではありましたけれども、データ通信を支える技術とパズルの間には数学的な深いつながりがあるということの紹介でした。